キングダムエデュケーション聖書に基づく科学担当の宇佐美実です私は創造論団体のジェネシスジャパンそれからラブクリエーションこの2つの団体の会長をしていますまた水戸第一聖書バプテスト教会の特に創造論担当の牧師をしています今日は、えー、前回に引き続きですね 宝虫についての第三回目ホタルについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います皆さんはホタル狩りに行ったことがあるでしょうか私は数年前、滋賀高原で 聖書と科学カンファレンスを行ったときにその近くでホタルが見られるということでしたので、えー、皆さんと一緒に見に行ってきましたでそこはあのー、そのホタルがたくさんいるところに近づくときにあまり強い光がさすとホタルが、えー、生息を続けるのに難しい状況になるということで、えー、懐中電灯もできるだけつけないように というようなことで、えー、沿道にあるほのかなライトですね光の下でそのホタルのところまで行って、えー、たくさんのホタルが飛んでるのを鑑賞してきましたところで皆さんホタル狩りって言うと、えー、英語に訳すとしたらどのように訳しますか私の友人が、えー、ホタル狩りだからホタルは ファイヤーフライ英語でファイヤーフライですねそれから狩るっていうのはハンティングだからファイヤーフライハンティングってあのアメリカ人話をするときに言ったそうですそうしたら相手はけげんな顔をしたっていうことなんですねファイヤーフライハンティングっていうとちょうど鹿狩りとかイノシシ狩りのように捕まえて殺すようなそのような印象を持つからですねでは どういうふうに言ったらいにいたらくファイアフライ・ウォッチングあのそれはただ観察する時ですねファイアフライ・ウォッチングとかあるいは、えー、捕まえる時はファイアフライ・キャッチングっていうようなふうに表現すればいいんではないかと思います。ちなみに「イチゴ狩り」っていう言葉もありますけれどもそれもストロベリー・ハンティングではなくて「 ストロベリーピッキングですね。ピックは積むっていう意味ですね。ちょっと脱線しましたけれども、ホタル狩り、これは日本では古くから親しまれていることですね。この絵を見ていただきたいと思いますけれども、これは18世紀に描かれた絵で、ホタル狩りをしている様子がわかるのでしょうか。この、 名前がホタル狩りというタイトルがついていますこの絵を見ると、えー、右上の方では子どもたちが内輪、えー、を持ってホタルを捕まえようとしているんでしょうかあるいは、えー、左の奥の方でもホタルを捕まえている様子が見えますまた手前では婦人の方たちが、えー、ホタルを観察しているんでしょうかいずれにせよ えー、昔から日本ではホタル狩りが、えー、夏の風物詩としてですね親しまれまた楽しまれてきました。また「ホホホタル来いっていった歌も皆さんあの歌ったことがあるんではないかと思います。あのちなみにあっていう言葉がその歌にありますけれども。 あの別にホタルは甘い水が好きっていうわけではないっていうことですね。ただ単に人の甘いのが好き苦いのが嫌いっていうのに合わせてそういう風うに歌を作ったのではないかと思います。ホタルは、えー、実は世界中には2000種以上のホタルがいます。で日本にはだいたい44種類。 というまあ44種が観察されているわけですけれどももっと増える可能性ももちろんあります。であの実は、えー、この蛍ですけれども蛍っていうのは私たちもしかしたら、えー、成虫だけが光っているようなイメージを持っているかもしれないんですけれどもこれはもちろん種によるんですけれども、えー、卵の中で光っているもの。 また幼虫も光っているものさなぎも光っているものあるいは成虫も光っているものそういったものもあります。中には幼虫の時は光っているけれども成虫になったら光らなくなるものとかですね、まあ、そういったものもあります。で成虫で発光するもの成虫で光るものは だいいた蛍の種全体からすると約半分ぐらいっていうふうに言われています。で日本では特に有名な蛍は源氏蛍とか平家蛍ですけれどもであの日本人の多くは蛍っていった水のそばっていうイメージがあるんではないかと思いますね。でそれれは例えばば平家ボタルであれば 田んぼとか、えー、水のある地とかですねそういったところに蛍が生息するからまた源氏ボタルでああれれば川の流れの流るようなところですねですから蛍、えー、は水とは切っても切れない関係にあるんではないかそういうようなイメージがあるんではないかと思いますけれども実はこの水との関わりで生きているホタルっていうのは非常にわずかなんですね。 でそのわずかな種類のホタルを私たち日本では体験できるのでとても素晴らしいなというふうに思うんですけれども、えー、以前私があのアメリカのピッツバーグというところに行った時ですねであの大学のキャンパスが、まあ、外が暗くなってきた時に、えー、ホタルが芝生から一斉に飛び立ったというか。 芝生の上を本当にたくさんのホタルが飛び回っていたんですね。でそれを見てああすごいなあと思ったんですけれども、なんで水もないのにこんなところにいるんだろうっていうふうに思ったんですね。でも実際にはその水との関係で生きているホタルが少ないっていうことが分かったときになるほどっていうふうに思いました。そういった、えー、陸生のホタルですね。水と関係なく。 陸にだけ生活するホタルは、えー、いろんな、まあ、餌を食べるわけですけれども例えば幼虫の時期であればカタツムリとかある,あるいはナメクジとかですねそういった種もいるんですけれども日本のメインの、えー、ホタルはそういったものを食べないものもがいます。ここの写真をご覧くださいこれは 北米ホタルと呼ばれるものですけれども、えー、学名だとフォティナスフィラリスというふうに呼びます。で、この、えー、写真はあの見事に羽を開いてですね、えー、そして内側の薄い膜状の羽がきれいに開いています。このようにしてホタルは飛んでいるんだなっていうことを。えー 見るるここととができることは本当に今は素晴らしい時代だなというふうに思うんですけれども普段私たちが見る蛍というのは止まっていいるホタルの感じしかかわらないですよねでこの、えー、羽を開いた様子も以前あの前回あるいは前々回だったでしょうか「三浦織」という話をしましたけれども羽を一瞬でパッと開いたりまた一瞬でパッと閉じたりすることができる。 そのような構造になっているわけですそれではここから日本のホタル特に原子ボタルについて考えていきたいと思いますなぜ原子ボタルかというと原子ボタルは汚染に弱いホタルとして知られていてそして保護の対象になっているんですね他に一般的なホタル平家ボタルはあのやはり農薬なんかで あの田んぼがその、まあ、殺虫されたりするとですねホタルがいなくなるんですけれどもでもゲン現ュホタルの生息域なんですけれども本州四国九州とその周辺の島々などですね大体成虫は5月から6月にかけて発生してそして だいいた週間生息するわけで,す、ね、でまあその地域によっても差があるのでだいたい7月ぐらいまで発生の時期はあるんですけれどもそして23週間で卵を産んでそして死んでしまうという短命のホタルですね短い命のホタルです。であの海外のホタルなんかまた別な種のホタルを考えるならば、えー そのホタルによっては何年もも生きるホタルもいます冬は越冬してですねあの冬眠して越冬してそして何年も生きまた、えー、他の昆虫を食べたりですね小さい昆虫を食べたりする蛍もいるんですけれどもこの源氏ルに関しては特に、えー、そういったものを食べるんではなくて水を飲む程度ですね。 成虫に関してはで,す、ね、であの成虫はだいあの日中は歯の陰で休んでいてで夜になると活動しますでほとんどのホタルはどうかというと中高生ですね昼間活動して夜休むんですけれども日本のホタル原ンボタル平家ケボタルは夜に活動するホタルですね。それから 源氏ボタルに関してはとても興味深い現象が知られていますそれはなぜ何かというと東の源氏ボタルと西の源氏ボタルで発光感覚が違うということですねこの、えー、日本地図を見ていただきたいんですけれどもここの日本地図に、えー、オレンジ色の部分がありますこれは何かっていうとフォッサマグナ第一抗体 というふうに呼ばれるものですねで、そこのところが日本の地質学的な分かれ目っていうようなそういうふうに考えられていますで、このホ、えー、ッサマグナの左側の部分に青い線があるんですけれどもそこがホッサマグナの境目ですねこのホッサマグナの左側の境目を、えー、糸井川静岡構造線 という,ふうに呼びますで実はこの構造線に沿って東側とそこから西側とに蛍が分かれるわけですね。でその構造線より東側の蛍はだいたい発光間隔が4秒、まあ、光って4秒休んでまた光るっていうような感じですね。それに対して 西側のホタルは発光して2秒休んで、また光る。不思議だと思いませんか。なんで東側は4秒、西側はだいたい2秒なんでしょうか。ただ、この近隣のホタルに関しては、ものによってですね。ホタルによって約3秒間隔で光ったりするものもいるっていうことですね。これもまた不思議なことです。 何が原因だかっていうのは、えー、よく分かっていませんこのことだけを考えると何か知識学的な理由があるのかなそんな気もしないわけではないんですけれどもただ単に遺伝的なものかもしれないんですね、えー、ですから、えー、何とも言えないんですけれどもでも非常に興味深い事実ですねではゲンジボタルの一生について考えていきたいと思います 源氏ボタルは親が交尾した後、産卵するわけですけれどもでその産卵する場所っていうのは川岸の、まあ、川岸とか木や石のに生えている苔ですねその中に産卵します。で、えー、最初卵の色は黄白色なんですけれどもやがて黒ずんでくるわけですね。 で黒ずんできたその卵が発酵を始めるんです光り始めるんですなんか不思議だと思いませんかでじゃあ実はその段階の卵っていうのはもう幼虫が出てくるのが間近になってきてでその幼虫が実際には光っているわけですね。でだい体い、えー、まあ初夏に えーはまあ、成虫が発生して、まあ、その後産卵してそれからしばらく経つと、えー、卵が孵化するわけですけれどもでその孵化,に孵化した卵はどうあ卵から孵化した幼虫はどうなるかっていうとこれがあのゲンジボタルの幼虫ですけれども。 どうでしょうか。ちょっとあんまり触りたくないような、えー、ちょっと、えー、トゲトゲっぽい感じのする姿ですね。芋虫のようで、あの私たちが想像する蛍とは似ても似つかない姿をしています。で、川に入った幼虫はどうするかというと、えー、その 川の流れの緩やかなところにいる川になっていう巻貝ですねそれを食べますでこの、えー、食食べべ物の食べ方も特徴がありますそれは何かっていうと川になるの柔らかいところに消化液を送り込むわけですねで消化液を送り込まれるとその部分が溶けて えー、液状になりますでそのホタルの幼虫はその液を吸うわけですねそしてそれを食料としますでそれをずっと続けながら少しずつ少しずつ成長していくわけですねで、えー、秋を過ぎ冬になるって、えー、翌年の春になる頃には 幼虫がだいたい2、3センチに成長しますで、その2、3センチに成長したゲンボタンの幼虫はさなぎになっていくわけですねこの写真を見ていただきたいと思いますけれどもこの写真がカワニナですえ皆さんあまり見たことがないかもしれませんけれどもこういう巻貝をですね、ゲンジボタンの幼虫は食べているんだ ということをここに止めていただければと思いますけれども、で、えー、春になって十分に成長した幼虫は雨の日にですね、雨の日の夜に川の土手にまあ、川岸に上陸してくるわけですね。上陸してきた幼虫はどうするかっていうと川岸の柔らかい土に潜り込んでいきます。 そしてその周囲の泥を固めて眉を作るわけですねそしてその眉によってさなぎになるわけですこのさなぎになる現象を溶化っていうふうに言うことを皆さん覚えているでしょうかまあ溶化するわけですねでこのさなぎも最初は黄色っぽい色なんですけれどもだんだん、えー、黒い体のように変わっていきます そしてその中で成虫の姿に変わっていくわけですねまた黒くなってくると発光も始まりますですからさなぎの中眉の中で光っているようなちょっと不思議な現象になるわけですねそしてだいたい5月から7月ぐらいにそのさなぎがから出てくるわけです でその成虫になったものは大体23週間生きてまた産卵するっていうふうな経緯をたどるわけですね。でこの源氏ジ・ホタルの生活環境なんですけれども多くの自治体が自分たちの、えー、住む町にホタルがいたらいいなっていうふうに考えてですね、えー、水質を浄化したりあるいは ホタルを何とかして自分たちのところに定着させようとしたりですねするわけですけれどもで現在そのホタルを養殖することも非常にその技術も高まってきているのでホタルを、えー、まあ環境をうまく整えればそのホタルが住める環境っていうのを作れるようになってきているんですね。でですからそういうい意味では 自分の町にもこの源氏ボタルを、まあの住む場所を作りたいって思うならばそれができることにはなると思います。でこの源氏ボタルの住む生活環境ですけれども先ほどの源氏ボタルの一生のことを考えるとどののよううな生活環境がががいいのかっていうことが浮かかとこ浮び上がってきま,すまず必要なのがきれいな水ですね。 水の流れのあるきれいな水土部川でではホタルは住めまませせん。ん。生息できません次に産卵したり溶、えー、化したりさなぎになったりする時のための、えー、まあ幼虫が川から陸地に上がれるような川岸ですねそういったものも必要ですまた柔らかい土とかそういったものが大切です。また その生活環境川の川の中にはなななような巻貝が住んんででいなければなりませんですからこれらが整えられれば蛍の住む環境っていうのはできるわけですね。であの蛍がいれば自然が戻ってきたそのような印象をもし受けるとしたらちょっとそれも考えた方がいいのかなって思うところがないわけではありません。 というのはホタルが住める環境にするということはそれまでに住んでいた生物が住めない環境になるっていうことでもあるわけですね。ですからあのどちらが本当にいいのかっていうのはちょっと考える必要があるかなとは思うんですけれどもまあそういうことであのゲンジ・ボタル今保護されているホタルですけれども。 皆さんも、えー、ぜひ機会があっったたた見に行っていいいだきたいと思います次に平家ボタルをちょっとだけ見てみたいと思います。これが平家ボタルですけれども平家ボタルは、えー、原ンボタルのような清流の渡航に住むわけではないんですね。平家ボタルがいるのは田んぼとか あるいは湿地帯とか池とか、そういったところに発生します。水の流れのないところですね。で幼虫の餌になるのは、どういうものかというと、モノアラガイとかタニシとか、そういったものですね。でこれが、ヘイクボタンの幼虫の餌のモノアラガイです。どうでしょうか。えー、ちょっと先ほどの、 川になとは違う形ですけれどもやはりまあ消化液を出してそして溶かして食べるわけですけれどもヘイケボタルは汚染に強いホタルということをお話ししましたけれども、えー、そういうわけでヘイケボタルは特に保護しなくても割と、えー、生き続けることができると考えられています。ただ かつては水田のどこにでもいたわけですけれども今は農薬散布が大抵どこでも行われているのでそういうところでは平家ボタルはまあ見られなくなってしまったということでちょっと残念だなっていう気はしますこのホタルの特徴といった何かっていうとそのまあ発光体を持っているっていうことではないかと思いますね。 でえー、この発光するホタルの成虫ですけれどもお腹の部部分分に、えー、発光すするるがあるわけですねでその発光する部分を発酵器というふうに言いますけれども発光する器ですね発酵器と言いますけれどもでこの発酵器の中にルシフェリンという光る物質ですねそれから ルシフェラーゼという、えー、発ののための酵素がありますでこのルシフェラーゼとかルシフェリンを使って発酵するわけですけれども私たちはこう光るものに囲まれて生活しているわけですけれどもその光るものって例えば白熱電球とかあるいは蛍光灯とかでそういったものを触ると熱いわけですよね。だから でなかなかその光があるっていうと熱いっていう気がしてしまうんではないかと思うんですけれどもこの、えー、ルシフェリンとルシフェラーゼによって発光する場合これは熱をほとんど出さないので全くと言っていいぐらい出さないのでこれを冷たい光と書いて冷凍というふうに呼びます。で なぜそれは冷たい光なのかっていうとそれは化学反応によって光るからなんですね。で他の蛍光灯とかあるいは白熱電球の場合はどうかっていうとエネルギーを燃やして熱を出させてそしてその熱が非常に強くなると光るそういう方法を用いているわけですね。ですから え皆さんの家庭ではまあ毎日その蛍光灯とかあるいは白熱電球を使ったりしていると思うんですけれどもその蛍光灯とか白熱電球に使っているそのお金ですけれどもだいたい白熱電球であれば実際に光ってるのは電気代の大体10%ぐらいですね蛍光灯でも大体15%ぐらいですから 残りは熱となってて逃げていくわけですそういうふうに考えると光を得るために大体 8, 8割から9割ぐらいの電気代を無駄にしているんだっていうふうな考えも出てくるわけですけれどもでもそれに対して、えー、ルシフェリンとルシフェラーゼによる発光ですね。これは、えー、かなり もっとエネルギー効率がいいわけですねこのホタルが光るために必要なルシフェラーゼという酵素ですけれどもこのルシフェラーゼはホタルしか生成ですからそのルシフェラーゼを人が得るためにたくさんのホタルが殺されてそのルシフェラーゼが取り出されたっていう過去があります。 だいたいそのルシフェラーゼ1グラムを取り出すのに10万匹のホタルが殺されたっていうことですね。ですからそれを思うと本当にかわいそうだなっていうような思いがあるんですけれども、今は大腸菌にそのホタルのルシフェラーゼのを作る DNA をまあ遺伝子組み換えでですね植え付けて。 そして大腸菌がルシフェラーゼを生成してくれるようになったのでもう蛍を殺してそれを取り出すっていう必要はなくなってきました。いずれにせよこのルシフェラーゼはあの霊庫の研究のためにですねもう非常に役立ったわけですね。で最近は LED ライトというのがあります。でこれは やはり熱を出さない光として知られていましてそういう意味ではこののホタルの発光にに近いいいかなううふうに思いますそれから発光物質の方をルシフェリンというふうに言いましたけれどもでそのルシフェリンにもいろんなその種類があって。 そしてその種類によって発光の色が少しずつ違ったりしているわけですねところでこのルシフェリンっていう言葉なんですけれどもどこから来たと思いますか実は聖書から来ているんですねまあ、聖書から来ているというと何かルシフェルっていう言葉に思い当たることはないでしょうか日本語でルシフェルと 翻訳された部分ですねかつてルシフェルと言われたのは、えー、ラテン語のルシファーという言葉ですこのラテン語のルシファーとはどういう意味かっていうと明けの明星という意味ですね、えー、明けの明星というと金星のことですで、明けの明星これはあのイエス様のことも明けの明星という言葉が使われているところがありますけれども イザヤ書の十四章の十二節には、えー、このように書かれています。赤暁の子、明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか。このように書かれているんですね。この明けの明星という言葉。これがアメリカの、えー、近定約聖書ですと。と、オールシファーというふうに、そのラテン語が直接、そのまま、えー、訳されているんですね。 同じこのルシファーという言葉日本語では「ルシフェル」と訳された言葉この「ルシフェル」から、えー、光るっていうことで「ルシフェリン」っていうふうに発光物質が言われまたその発光のための、えー、酵素が「ルシフェラーゼ」っていうふうに名付けられたんだっていうことですね。 あのせっかく「ルシフェル」という言葉が出てきましたのでイザヤ書の14章についてもう少し見ていきたいと思いますけれどもこの「ルシフェル」っていう言葉このイザヤ書では何を指しているかっていうとおそらくサタンを指しているっていうふうに考えられてきました。サタンが作り主に逆らっててですねそして自分の えーそのまあ、商売が繁盛するって言ったらいう台でしょうか自分がやっていることが次々に成功して自分はなんてすごいんだろうっていうふうに思うようになった時サタンはだんだん慢心していき高慢になっていき自分は作り主と比べても別に劣ったところはないそのように考えるようになっていったんだと思いますね。 もう度「暁の子明けの明星よどうしてあなたは天から落ちたのか国々を打ち破った者よどうしてあなたは血に切り倒されたのかあなたは心の中で言った私は天に登ろう神の星々のはか上に私の王座を上げ北の果てにある会合の山に座ろう」。 密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかし、あなたは読みに落とされ、穴の底に落とされる。サタンは自分は糸高き方のようだっていうふうに考えたわけですね。で、この北の果てにある会合の山。神のおられる場所、そこの王座に自分がつこう。そのように思ったわけです。 今日多くの人たちは自分がいろんなことをして成功しまた自分は、えー、人々から尊敬されているそのように思う時に自分はまるで神のようだそういうふうに思っている人たちが多くいます。でも作り主から見たら全然紙ではないわけですね。 力も限られているできることも限られている作り主の許しの中でただやっているだけですねで、それはちょうどホタルの光と太陽の光を比べるようなものではないかなというふうに思いましたサタンは一生懸命自分は光のようだ明けの明星だ自分は輝き渡っ,っているそのように思っていても 作り主がもし蛍の光と太陽を比べるとですね作り主の光作り主の偉大さっていうのはまるで太陽のようでそれに対して自分は蛍のようなのにまるで作り主と同じようになったそのような気持ちになってしまっているということですね。でこの蛍を見る時蛍は蛍として作られています。ホタルはホタルとして 生きるときに素晴らしいですけれどもホタルがもし自分は太陽のように素晴らしいと思ったらちょっと見当違いだと思いますね私たちはのこの世においてホタルはホタルとしての役割があります私たちは私たちへの作り主からの使命がありますですから、えー、慢心することなくでも 私たち自身は主から作られた素晴らしい存在なんだっていうことを意識しながら日々歩んでいければいいなそういうふうに思います。